兄さんはうるさい。こんばんは皆さん、元気ですよ。私は長らくショールームできてなくて、本当にごめんなさいでして、私は一応元気ですね。うにさん、そう、でもなんかその本当に1ヶ月何もしてなさすぎて、なんかしこの1ヶ月もう1ヶ月どころじゃないの、もう1ヶ月半以上みんなに会えてなさすぎて、なんか何をする気力も湧かなくてね。ゆにさん、何をする気力も湧かなさすぎて結構廃人になってたかも。廃人でした、この最近が。風邪ひいてないけど、なんかずっと鼻声かも、寒すぎて。もうここ最近ね、ちょっと鼻声だね、お兄さんね。でも最近はもう何もやることがないので、ウニとめちゃくちゃ遊んでましたね。ね、お兄さん、僕の相棒です。今日おとなしいね、あんたね、おとなしいね、いつも暴れん坊なくせに、ね、寂しかったのお兄さんね、寂しかったのお兄さん、うんうんうん。あ、そうです、今日ね発売の琉球新報っていう沖縄の新聞に私が掲載されています。パチ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 。まあね、あの沖縄のね、沖縄でしか見れないと思うんですけど、沖縄の新聞社に掲載されておりますので、ぜひ沖縄に住んでる方は見てくださると嬉しいですね。ウニさん、それでももう本当なんか気づけば1月も終わってて、なんか今年はすごい充実した1年にするぞって思ってたのに、全然充実できてないなくて悲しいですね。ね、家の新聞タイムスだ。そう、沖縄ってね、沖縄タイムズと琉球新報があるからね。ねえ、お兄さん。ねえ、有料でも見てほしいね。300円ぐらいでしょ、きっと。ねえ。よし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 。でもね、ショートだったんですけどロングに変わりました1ヶ月ぐらいショートだったけど、なんかショートめちゃくちゃ扱いづらくて、なんかちょっともう限界が来てロングにしました。遊んでおいで、でまあ、グループのことに関しては、まああれですね、
なんかレッスンしてますレッスンはなんかしてますね。なんかまた一応指導をして、おるっていう感じですね。オーディションは終わりました。オーディション終わって、もうどこまで話していいんだろう、なんか勝手に話したら怒られそうだな。オーディションは終わって、そのメンバーはね、もうこれですよ。丸で今なんかちょっとレッスンしてるね。私は参加してないんですけど、今日とかもレッスンしてた。だからまあ、あともうちょっと待ってくださいってしか私の口からは言えないですね。でもなんだろう、そのメンバー候補なんだろう、いろんなこう見たりとか、おいおいおい、ちょちょダメ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 だ、お兄さんお兄さん、なんかいろんな子とか見たけど、なんだろう、いい人材というか、いいなんか素敵な人たちが揃ったんじゃないかなっていうのはめちゃくちゃ思ってます。だから本当今は準備期間中っていう感じですかね。ねえ、にねっていう感じです。そう、ナギのお披露目はナルと一緒に行きました。なるから連絡があって待って、そうなるも行くと思わなくって、なるから連絡があって一緒に行こうって言われて、行きたいって言ってなると一緒に行きました。その前日にもなると会ってて、久しぶりに2日連続とかあったかも。ああ、変えてないからだ。アカウントのユーザーネーム変えたからだ。飛べないんだろう。あ、今日のさん生誕祭なんだね。総監督ね、びっくりですよ。聞いた時ほんとびっくりした。そうちゃん、そう、ショートじゃなくなっちゃった。もうめんどくさくて、ショート2階で見てたよ。2階で見てました。
え、リラが好きな曲は純情コントラストってさ、ラルメールのさデビューライブでやってたのがあるんだけどさ、でも携帯じゃない、リモコンどこ行った、これですよね、ラルメール。ゲスト。私は純情コントラストっていうラルメールの曲が一番好きだった。なんか4曲ぐらいやってたんだよ。4曲ぐらいやってて。で最後に純情コントラストっていう曲をやってたんだけど、純情コントラストが一番好きでした。かわいいよね。てかみんなダンス上手すぎてさ、びっくりしたんだけど、私なんか何かの曲にさ、なんか似てるわけじゃないけどさ、こういう曲っぽいよね、この曲ってのがあるじゃないですか。なんか何っぽいんだろうこの曲。めっちゃ好きこの歌。ラルメールのお披露目ライブがね、 YouTube で公開されてるんですよ。ミーだけ覚えた。ラルも同じこと言ってた。ミー覚えたって言ってた。ミー覚えやすいって言ってた。かわいい。アイドルっぽい曲じゃない？じゃない？どちらじゃない？めっちゃ好き。なんか何かのさ、AKB の曲に似てない？金髪だし覚えやすいよね。なぎちゃん推しです。私は坂口なぎちゃん推し。アニソンっぽいかな。確かにチーム B 感あるよね。なんかカップリングでこういうのな、ありなんかさ、この曲を振り付けしてるのがさ、ずっとエイトの曲を振り付けてくれてた先生、ツアーとか一緒に回ってくれてた先生でさ、なんかいいなって思った。そうだ、何かの曲調と似てるよね。なんだろう、何かわかんないけど、でもすごい好きです、この曲が。この曲聴きたいがために、マジで普通にラルメールで行きたい。リボーン、いやリボーンじゃない、なんだろう、
が大好きとかめっちゃ何かの曲に曲っぽいんだよな。最後とかもめっちゃ AKB っぽい終わり方で、まあ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 、まあ、何でもいいんですけど、すごい好きです私はこれが。でもメインタイトルの曲も今多分2曲目までしか出てないと思うんですけど、他の曲も楽しみにしていてほしいです。なんか本当言いたいことがいっぱいあるけど、なんか言えなさすぎて言えない。前髪切れすぎたかも。配信がなかったのは普通に廃人だった。全然配信できる時間は全然あったんですけど、なんか廃人すぎて2月、多分この時期は本当は舞台やる予定だったので、私的にはバタバタしてる日常なはずだったんですけど、亡くなったから本当に廃人ですね。いや全然体調は崩してないね。体調は全然。来週なんかイベントとかないね。ない。2月も、あるとしたら2月末、2月下旬くらい。純情コントラストの作曲一生、そうなんだ、一生の方なんだ。あれ、バーバーから電話かかってきてるじゃん。がいるから結構あれかも。
じゃあ私動物アレルギーなんだよね普通に。動物アレルギー。なんかさ、なんか今日変な時間に起きて変な時間に寝たの。いや友達からも電話3件ぐらい来てて、で気づかなくて起きれなくて、でバーバーからも電話来てるの今気づいた。そんな時間に起きるみたいな時間に起きちゃった。ご飯はまだ食べてない。昼夜逆転してますね。何時に起きたの。恐ろしいから言わないでおくね。そうでもお腹空いてない、お腹空いてない、何も食べてないからお腹空いた。だからちょっとスーパーが閉まる前に買いに行こうかな。なんかやばい、お腹鳴った。元気だね。あ、そう、明日は明日はね、の久しぶりに1ヶ月ぶりくらいか、1ヶ月ぶりくらいにトークポートをやるので、昼と夜、昼と夜やるので、ぜひね、今日本当に今月誰とも喋ってなさすぎて、本当にちょっと私のエネルギーが足りてないので、ぜひ皆さんと一緒にお話ししたいです。そしたら2時半からと8時半から。何も食べてないね、まだ。なんかクロワッサンあるんだけど、なんかこのクロワッサンめっちゃ甘いから、なんかご飯食べた後に食べようと思って、食べてない。成城石井のクロワッサン、これめちゃくちゃ美味しい。昨日のケーキはどうでした。めちゃくちゃ良かった。すごいね、美味しかったです。美味しいってなった。お腹鳴ってます。
ミニクロワッサン。いやでも本当に何かしたい。肉じゃが作ったのはあれは肉じゃが作ったのは12月25日とかじゃなかったっけ。クリスマスの日じゃなかったっけ。肉じゃが作ったら肉じゃが全部食べたよ。1年ぶりに帰ったかな。でも帰ったけどなんかもうずっと外に出て遊びに行ってたからなんか家でゆっくりとかしてない。そんなそんななんかめちゃくちゃ長く入れたわけじゃなかったから。インスタ TikTok ね、あインスタは写真を撮ってなさすぎてなんか何も乗っけれるものがない。何か乗っけたいですけどね。最近本当になんかどこにも遊びに行ったりとかしてないから写真もないですね。友達と会っても本当ご飯食べて解散とかが多いからな。眠りましたウニさん。あーね、ゆうちゃんとも偶然会った。年明けてからそうなんかすごいなんか最初海外の人かなって思ったの服装見た時に。なんか海外のなんか人かなって思ってよく見たらゆうちゃんじゃんと思って、でなんか普通に言っても面白くないなと思ってなんか目隠ししてビビらせました。あんま良くないけどね。なんか白いミニワンピースにピンクのダウン着ててなんか白いロングブーツ履いててなんかめっちゃアイドルみたいな格好しててなんかわかんない私の勝手なイメージだけどさ、なんか海外から日本に旅行しに来る人ってなんか結構派手な人、派手っていうか、多いじゃん、なんか結構ミニスカート履いてみたいな。だから海外の人かなって思って二度見したらゆうちゃんだった。でもその格好しなかったら気づかなかったかも、普通に。ピンクのダウンってあんま見たことなくない？ピンクのダウンだった。ちょっとねお腹が鳴りすぎてお腹空いちゃったからちょっとね何かスーパー行ってこようかなと思うのでちょっと終わります。また明日やろうかなっていう気持ちです。な
ので、とりあえずランキング読みます。13位梅昆布茶さん、ありがとうございます。そして12位が虹色の空さん、ありがとうございます。そして11位がパルサ2000さん、ありがとうございます。そして10位が情報技術研さん、ありがとうございます。そして9位がスペースゴーさん、ありがとうございます。そして8位が YK さん、アトマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして7位がキングスさん、アトマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして6位がフクックさん、アトマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして5位がたいやきくん、アトマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして4位がチョロさん、ありがとうございます。そして3位がエイトくん、アットマーク永遠にリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして2位がアイスカイさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして1位がヨッシーさんです、ありがとうございます。ということで、久しぶりのショールームになっちゃったんですけど、ランリーは元気なのでね、ウニも元気だね。ウニもリラも元気です。ちょっとみんなに早くいいお知らせがたくさんできるように頑張りますので、ちょっと本当心配かけちゃうかも。多少は何も音沙汰がなさすぎてなんですけど、まあ近況とかだったり報告したりするので安心してくだされば嬉しいです。明日のトークポートもみんなよろしくお願いします。ということで、この辺でさよならランディー、バイバーイ。